皆さんお疲れ様です。ホッチョコのエリナです。お願いします。はい、今日はこんな感じの韓国風眉毛の描き方と作り方を紹介していきたいと思います。韓国アイドルの眉毛ってめっちゃいいですよね、なんかと思って。全然違うんですけど、なんかすごい好きなアイドル女の子をの眉毛をなんかもうすごい見て近づきたいと思って描いてるんですけど、全然違うんですけど、ちょっと私なりに韓国風かなって思ってやってる眉毛を今日は紹介します。それでは見てください。ちょっとすっごい化け物かなみたいな、眉毛ないとすごいですね。はい、ちょっと何も書いてない眉毛がまずこんな感じです。ここですね。で、なんか色がまず薄くしてるんですよ、脱色。このジョレンっていうなんか眉毛脱色の定番みたいな感じの脱色クリームで眉毛をまず脱色してます。こっちがクリームで、こっちがなんか粉みたいなのが入ってるんですけど、このクリームが2、クリーム2と粉1だったかなの割合で混ぜてこの眉毛に塗って、でラップかコットンをこう貼って、何分だろう、15分ぐらい置きました。なんか初めて脱色した時は15分、もともとこの真っ黒なんで15分経っても焦げ茶ぐらいだったんですけど、2回目なんですけど割と抜けてます、茶色ですね。でまずこの脱色をする前に眉毛を剃っていくんですけど、ちょっと絵を描いたんですけど、めっちゃ下手なんですけど、なんかなんていうの、大げさに言うとこんな感じをイメージして、まず自分の眉毛、元の眉毛があると思うんですけど、この線を引くっていうか、ペンシルとかでパーって描いて、大げさにこんな感じ、もう全然違うんですけど、こんな感じに剃ります。と眉毛の毛の長さなんですけど、なんか韓国アイドルの人とかすごい見て研究っていうか、どんな感じの眉毛してんだろうと思って見たんですけど、まあ、毛の長さは結構あって、ナチュラルなんですけど毛の長さはあっていい感じに薄くてっていう眉毛だったんですよ、結構皆さんが。だから最初その剃る前と脱色する前っていうか、何もする前にまずとりあえず伸ばし放題伸ばしましょう、自分の眉毛を。それで長さはそんなに長くない人は短くしなくても大丈夫だと思います。でなんかちょっとピョってなんか飛び出ちゃってるぐらい長いのだけ、ちょっとハサミとかこういう電動のカミソリとかで長さを整えてください。でそんなに短くしない方がいいと思います。結構短くしちゃうとなんか描いてますって感じ、なんかいかにもこう描いてます感が出ちゃうかなって思ったので、イメージ素の眉毛をイメージして描いていきます。ペンシルとかいつも使ってる方とかも多いと思うんですけど、私はこのセザンヌのアイブロウパウダーだけで描いていきます。描くっていうよりは、このもともと形を整えて色も抜いてあるので間を埋める感じでいきます。描く時もイメージはこれで、これが3色になってるんですけど、眉尻の方をこの2色を混ぜて描いて、眉頭の方をこの一番薄い色と真ん中の色を混ぜて描いていきます。で眉頭の方をなんかあんまり濃くしちゃうともう
すごいちょっとあっバッてなっちゃうので薄い色で描いていきます。描きます。片方を描き終わったんですけど、こんな感じです。こんな感じにこういう形で描いていきます。最初にこの眉尻の方をこうスーって流すと、流してこう全体的に型を取ってからこう埋めていくといいと思います。ちょっと全然下手なので参考になるかわからないんですけど、こんな感じです。完成です。私の髪色が今黒、まあ、黒っぽい、まあ、茶色って、茶色なのかな、真っ黒じゃないけど焦げ茶みたいな感じの色なんですけど、眉毛がちょっとワントーンツートーンぐらい明るめなんですよ。でなんか真っ黒の眉毛よりはこう脱色してワントーンツートーンぐらい明るい眉毛の方がなんて言うんですか、垢抜け感があるのかなって思いました。脱色してからもともとすごい真っ黒だったので、あとシースルーバングをした時にこう薄いじゃないですか前髪が。でだからそのめっちゃ黒いとあ眉毛って感じになるので、ちょっと薄めにして、シースルーバングの方とかは結構薄めにした方がこう透けてもなんていうんですか、垢抜け感のある感じになるのかなと思います。前は眉マスカラで眉毛を染めてたんですけど、染めるっていうか塗ってたんですけど、私が結構不器用っていうのもあるんですけど、眉マスカラだとこう結構ベタってついちゃって眉毛めっちゃ濃いなっていう感じになってたので、なんか脱色したらもうなんだろう、塗らなくていいのでこう色が抜けて、だからそっちの方が楽なのかな、楽だし綺麗にできるのかなって私的には思いました。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ぜひ皆さんもこの脱色と眉毛の描き方ぜひ試してみてください。これからもちょっと韓国アイドルの眉毛を研究し続けたいと思います。それではこの動画が良かったと思ってくださった方は高評価ボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。インスタグラム、2人でやってるインスタグラムのアカウントも貼っておくのでぜひフォローしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。